皆さんこんにちは、無重力の人マサトです。本日はプランシェ動画撮っていきたいと思います。って言っても普通のプランシェではありません、すいません。今世界ではプランシェっていうののレベルがとても上がっていて、もう変形プランシェって言われる、ちょっと形を変えたプランシェっていうのがいっぱい生まれているんですよ。それをちょっと皆様にご紹介したいと思いまして、まあ、僕ができる範囲ですけど、僕ができる範囲の変形プランシェっていうのを皆様にお見せしたいと思います。はい、まあ、普通のプランシェでもかなり難易度高いんですけど、まあ、それのさらに向こう側もさらに上の技になるので、ちょっと皆様楽しみにしてご覧ください。それではやっていきたいと思うんですけど、まずはノーマルのプランシェからですね。ノーマルのプランシェからちょっとまずお見せしたいと思います。そこから一つずつレベルアップしていこうかなと思っています。はい、それではまずノーマルプランシェご覧ください。はい、まあ、ここはもうちょっともうすんなりとやります。はい、こんな感じですね。はい、まあ、これがノーマルプランシェになりますね。まあ、これでもかなり難易度高い技なんですけどねもうこれができたらすごいってずっと言われていたんですよ。ただ世界がちょっとレベルが上がりすぎてるだけなんで、もう日本だとやっぱりフルプランシェっていうのを皆さん目標に頑張ってる人が多いと思うんで、まずはこれですよね。はい、まあ、でもちょっと今から次もっとレベル上がっていくんでご紹介したいと思います。はい、先ほどは、パラレルバーっていう日本のバー、まあ、倒立バーみたいな形でプランシェを行ったんですけど、次は何も逃げらないフロアのフルプランシェをやっていきたいと思います。はい、これがフロアのフルプランシェになります。まあ握れない分、まあ、ちょっとバランスが取りにくいし力も入れにくいということで、まあ、こっちの方が難しいとされています。はい、続いてまた行きましょう。はい、次はまあ一本になったんですけど、はい、一本で行う逆手のプランシェっていうのは、まあ、さっきの二本で行うのより、まあ、難しいとされているので、次は一本で行う逆手プランシェっていうのをやっていきたいと思います。はい。はい。まあ、これが一本で行う逆手になりますね。はい。まあ、これはさっきのより難易度が高いです。はい、まあ、今逆手で行ったんですけど、1本バーの順手プランシェっていうのもあるんですよね。1本バーの順手プランシェっていうのはかなりバランスが取りにくいんで、まあ、これも逆手プランシェより順手の方が難しいと僕は思います。まあ、次その順手プランシェやってみたいと思います。はい、1本バーで行う順手プランシェです。はい、これが1本バーで行う順手プランシェなんですけど、まあ見た感じ簡単に思うかもしれないんですけど、いざやってみると結構バランス取るの難しくて、実は結構僕手首でこう調整したりしてるんですよ。まあ、これちょっと奥が深いですね。はい、まあストリートワークアウトの技って見た目とその難易度が全然変わってくるんで、見た目地味な技でもめちゃくちゃ難しいみたいな技が結構多いので、はい、まあ続いてまたやっていこうと思います。はい、ここからはちょっと握りに注目してほしいんですけど、握り方がかなり複雑になるのでちょっと注目してご覧ください。はい、まずは、はい、こうクロスですね。クロス状態、この状態でプランシェを行います。はい、これはかなり難しいです。僕も結構苦手です、この技は。ちょっとできるか分かんないですけど、まあ、やろうと思うんでぜひご覧ください。はい、いなこれは僕もねあんま得意じゃないので、ちょっとバランスグラグラしちゃいましたけど、まあ一応こういう技があります。はい、結構難易度高いです。まあでも世界はレベルが高いので、今のフルプランシェで全然やる選手いっぱいいますし、まあ僕は目指していくのもそこかなと思っています。はい、
まあということでまた次の技やっていきたいと思います。はい、次はちょっとバーの向きが変わりました。はい、これをどう握るのかと言いますと、はい、縦に持ちます。この状態でプランシュを行います。はい、もうここまで来たらなんか大道芸みたいな感じになります。もうバランスなんで力とバランス両方必要になってきます。はい、ということでこの縦で握るプランシュやっていきたいと思います。はい、こんな感じなんですけど、もうかなりバランス取ってます。これはブランシェっていうか、もういろんな力が必要になってきますね。バランスも体幹も力も全て必要になってきます。もうここまで来たらもうブランシェじゃないですよね。まあかなり難易度は上がってきたんですけど、まあ僕ができる技ももう残り少なくて、もう多分次がラストになるかなと思うので、まあ最後の技皆様ぜひご覧ください。はいはい、そしていよいよ最後なんですけど、最後は、手の握りがちょっととても複雑なプランシェになります。はい、握り方なんですけど、こういう風に握ります。分かりにくいかもしれないんですけど、こうですね、こう握って行うプランシェになります。通常のプランシェはこう普通に握るのがこれなんですけど、この変形プランシェっていうのがこう握ります。はい、この状態でプランシェを行うっていう風なプランシェになります。まあこれを僕はフルプランシェで、足を閉じた状態のプランシェでちょっと行おうかなと思っております。もしできなかったら足開いてやります。はい、でもとりあえず足閉じてやろうと思います。はい、まあ、これ結構難易度高い技なんで、まあちょっと楽しみにご覧ください。はい、まあ、最後なんでちょっと気合入れて頑張ります。はい、それではやっていきたいと思います。この握りです。はい、この握りでプランシェ、ご覧ください。うわ、結構止まったんじゃないですか。いや、思った以上に止まったっすね。フルプランシェでこの握りどうですか。どうでしたかね。結構いけたんじゃないですか。いや、もうほんとね、レベルが上がりすぎて、もう世界だと普通のプランシェができて当たり前っていう、ちょっとおかしな世界になってるんですよね。はい、まあ始まった時はフルプランシェができたらもうすごいって言われてたんですけど、もうなんかみんなができるようになってきて、そしたらなんか次また新たなプランシェが生まれて、そしてまた新たなプランシェが生まれて、次でなんかもう明らかに変な形のプランシェっていうのがいっぱい生まれてきています。はい、まださらにレベルの高いプランシェとかもあるんですけど、僕ができるのはもうここまでです。はい、ということで、まあ僕もさらに上を目指して、まあ様々なプランシェこれからちょっと覚えていきたいと思うので、はい、またできた時には動画上げていきたいなと思っております。はい、まあでも今回はまあある程度様々な種類のプランシェ見せれたかなと思っているんですけど、どうですかね。まあちょっとすごいと思ったらコメントください。嬉しいんで、はい、まあこういうプランシェやってほしいとか言うんがあってもコメントください。はいはい、僕が今回この動画を撮ろうと思ったのは、まあ日本人でもここまではできるんだぞっていうのをちょっとお見せしたかったので、今回撮らせてもらいました。まあこれをモチベーションにしていただけたら嬉しいなと思います。はい、まあ皆さん、まあタックプランシェから始めて、そっからストラドルフルプランシェと、まあしっかり完成させてプランシェできたら本当世界変わると思うので、はい、皆さん頑張りましょう。はい、まあそれでは本日はご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。